一宮は岡山県岡山市北区にある広域地区である。一宮地域センターの管轄する地域。かつての水戸郡一宮町に相当する。1971年1月8日に岡山市に編入された。本校では水戸郡一宮町についても述べる。当エリアは岡山市北区役所一宮地域センターが管轄し、中山中学校の学区とほぼ同じである。 吉備高原に至る、丘陵部中腹から、平野部に至る部分を範囲とし、南西部に、吉備中山の登録部を有する。地域名は、道地域内の大技一宮に由来し、道地はかつて、備仙国の一宮である、吉備津彦の神社の門前町であったことが、その地名の起源である。主にこの地域は隣接する、津高地域地域ともに、地域でも有名な白桃とマスカットオブ、 アレキサンドリアの産地として知られており、街道沿いにはこれら作物を生産する農家の直売所が点在している。特に白桃に関し、葉垣吉水域で採れるものにおいては、清水白桃の名で知られており、これは全国的にも高いブランド力を有している。南部のキビ中山周辺部である市宮地区はキビ路の一部で生産部にあたる。地域南部では、 大型団地の造成や国道180号線周辺を中心に市街化、宅地化が進み、ベッドタウンとして人口が増加した。一方で農家が多いことや山間部交通の不便さにより、旧岡山市域においては最も高齢化率の高い地域と言われている。現行の行政地名において、市宮、市宮山崎を除き、旧町村名は大技としては残されていない。 中学校は、下記の一宮全体を学区とする中山中学校一校が存在している。旧、一宮村に相当する。おおむね旧、馬屋下村に相当する。おおむね旧、平津村に相当する。人口像に伴い、上記平津、馬屋かの一部を割いてできた桃岡小学校区に相当する。一宮地域は、かつて、備前国津高郡。 馬屋里に属した。馬屋とは古代山陽道の津高駅がこの地に置かれ、その駅下に起因するものとされる。江戸時代に美前藩の所領となると、池田市によって馬市が開かれた。その盛んな様子から、現在も市場の地名が残っている。1889年の町村政志向により、市宮村、馬屋下村、平津村が発足した。 1954年4月に、これら3村で合併機運が高まり、翌1955年に合併して、一宮町が発足した。1971年1月8日、一宮町は岡山市に編入合併され、調整時の15大技のうち山崎は、一宮を干渉した上で、他の14大技と共に、同志の大技に継承された。 一宮町に関するカテゴリー、ありがとうございます。